はい、皆さんこんにちは、まなみです。地球の唯一の衛星、月。一番身近で私たちが住む地球に大きな影響を与えている天体です。実は月には驚愕の真実が隠されていたことが次々と明らかになっています。そして最後に月の衝撃の実態が明らかになります。次々とカメラに捉えられる数々の月面の構造物。1960年から1972年の間に NASA が実施したアポロ計画は、一般的には1972年に月面に着陸したアポロ17号を最後に終了したことになっていますが、当初の予定では20号までが予定され、全て有人の月面着陸を計画していました。しかし計画がキャンセルされたため、18から20号は打ち上げられていないことになっています。ところが実は1976年8月にアポロ20号が打ち上げられ、月の裏側を目指したと言われているのです。そして秘密のミッション中に20号の乗組員たちは月の裏側で人工的な構造物を発見し、それをノアの箱舟というコードネームで呼びました。その時に撮影された映像には、ロケットやミサイルのような形の先端が細くなった筒型の物体が映っています。実はこの物体は5年前にアポロ15号が発見していた構造物で、20号は秘密裏にその探査を行うために打ち上げられたとも言われています。また1996年3月21日にワシントンで行われた記者会見では、ジョンソン宇宙センターのケネディ・ジョンストン氏が、宇宙飛行士たちは月面に存在する遺跡、つまり透明なピラミッドやクリスタル質のドームなどをその目で見ていると発言をしています。アポロ計画中に月面で発見された宇宙船や建物、その他の構造物について NASA は一度もコメントを出していません。それでも年月とともに探査技術が上がるにつれて、月面で見つかる謎の構造物はさらに増え続けています。2013年に打ち上げられた中国の月探査機ジョーガ3号が撮影した画像には、月面で人工のものと思われる円盤型の構造物が写っていました。画像ではその部分だけが周囲の地面とは色が違っていて、銀色の金属のような光沢があるように見えます。また2019年1月に月に着陸した中国の月探査機玉兎2号から送られてきた画像には、月の裏側にあるキューブ型の謎の物体が写っています。神秘小屋と名付けられたこの物体の正体については今のところ発表はありません。近くに新しくできたとみられる大きなクレーターが見つかっていることから、隕石の衝突によって生じた大きな岩の可能性があるという見解もあります。しかし一方で、月に不時着した後に宇宙人が建てた家の可能性を示唆する声もあるのです。また観測や撮影技術が上がったことで、近年はアマチュアの天文家による月面の人工構造物の発見も相次いでいます。あるアマチュア天文家はアポロのアーカイブ画像を解析したところ、複数の建造物らしきものが写っていたと語っています。また別のアマチュア天文家は、愛用の天体望遠鏡を使って撮影した月面の映像から 3D 解析をして、月面の建造物の立体的な模型を作り出そうとしているのだとか。 NASA などの公的な機関が公開している月面写真は、公表される前にプロジェクションなどの手が加えられ、月の表面が隠されていると何人もの UFO 研究家がコメントしています。それが事実であれば、アメリカ政府には月の本当の姿を知られては困る理由があるということなのでしょうか。次々とカメラに捉えられる月の UFO が意味すること。アポロ計画では6回の有人月面着陸に成功し、12人の宇宙飛行士が月面に降り立っています。そしてその結果、目を疑うような月の実態がいくつも明らかになりました。アポロ11号で人類初の月面着陸を成し遂げたバズ・オルドリン氏は、2005年に出演した番組で、月面に降りた際に近くに円筒形の物体があったことや、飛行中にアポロ11号に覆いかぶさるほどの UFO を目撃したこと、しかし NASA はその事実を隠蔽したことなどを語りました。
ところが2年後の2007年のインタビューで 99.9% あれは宇宙船の分離パネルだったと前言を撤回したのです。しかしながら NASA などの公的な機関が公開している月面写真は公表される前にプロジェクションなどの手が加えられ月の表面が隠されているという UFO 研究家たちのコメントが事実であるならば、月面で目撃したことについてオルドリン氏が前言を撤回したのは事実を隠蔽するための圧力がかけられたのではないかという疑惑を抱かされます。1968年に打ち上げられたアポロ8号が撮影した月面の写真にはカットしたピザのような形の謎の物体が写っていました。月の大きさと比較してみるとかなり巨大なものであることがわかります。 UFO 研究家たちはこれはエイリアンの宇宙船か月面基地であるとの見解を示しています。また1972年4月に月面に着陸したアポロ16号が撮影した映像には円盤型の UFO が写っていました。 NASA はこの写真についてアポロ16号の投光照明が写ったものという公式見解を発表しましたが、その発表がされたのは撮影から30年以上後の2004年であり、その不自然さも写っているものが UFO である疑惑を一層強めています。また近年では UFO らしき謎の飛行体が月の上空を飛ぶ様子やクレーターの中から飛び出してくる様子などがアマチュア天文家たちによって次々と報告されています。さらに先ほどお話ししたコードネームノアの箱舟は葉巻型 UFO ではないかとも言われています。月の上空を UFO がたびたび飛んでいることが事実だとすれば、 UFO を動かしているのは一体何者なのでしょう。月には知的生命体がいるということなのでしょうか。人間がさらわれて月に閉じ込められていた。1968年12月史上初めて月の周回飛行に成功したアポロ8号の操縦士だったジム・ラベル氏が月の裏側から出て地球との通信が回復した時に真っ先にヒューストンの管制室に言った言葉が、聞いてくれ、サンタクロースがいたんだ、だったというエピソードをご存知の人も多いでしょう。この通信が行われたのは12月25日だったため、多くの人にはクリスマスにちなんだ粋なジョークと受け取られましたが、その一方で月の裏側でエイリアンを目撃してそのままを言ったら大騒ぎになるからサンタがいたと表現したと考える人も根強く存在します。なお2016年に NASA が開示したアポロ計画の8号のブラックボックスには下におかしな光が見える、キャンプファイヤーかもしれませんという会話記録も残っていたと言われているのです。月面で謎の構造物や UFO を目撃したと語ったバズ・オルドリン氏と一緒に月へ行き、人類で初めて月面に足を踏み入れたニール・アームストロング船長は NASA と奇妙な交信をしていたことが記録に残っています。その交信でアームストロング船長は、ここのベビーたちは大きい、巨大だ、信じられないだろうが、そこに別の宇宙船がいるんだ、クレーターのそばに並んでいる、奴らは月面で我々を監視していると話したと言われています。そしてアポロ11号のブラックボックスにはさらに衝撃的な乗組員たちの会話が記録されていたのです。打ち上げから約75時間後の1969年7月19日17時21分アポロ11号は月の周回軌道に入りました。衝撃の会話はその約5時間後に記録されていました。あれはすごいクレーターだな、あの円錐形の物体の中ほど惨めな場所は他にないだろう、あそこにいる人間たちどうやっても外には出られそうにないな。アポロ11号の乗組員たちは月で人間を見たのです。他にもアポロ14号の乗組員だったエドガー・ミッチェル氏は地球に帰還した際にいるのは自分たちだけではなかったと発言し、後年の2009年4月20日に開催された UFO の学術会議で、宇宙には人類だけが住んでいるのではなく地球外生命体も存在するが米国と他の国の政府はこれを隠していると述べ、さらに会議後の会見では、
実際に我々が宇宙で一人ではないという証拠を持っていると明かしたのです。同じくアポロ14号の乗組員だったスチュアート・ルーサー氏は月面で何かの掘削活動を目撃したと語っています。月面で行われている掘削については1967年8月に打ち上げられたルナオービター5号から2009年6月に打ち上げられたルナーリコネサンスオービターまで複数の探査機によって月面で作業を行っている掘削マシンが撮影されています。アポロの宇宙飛行士たちが月で目撃したものについて超常現象研究家の並木伸一郎氏は、アブダクションされた人間が月面の収容所に入れられているという見解を示しました。そしてそれを裏付けるように異星人に誘拐され月面で掘削作業など強制労働させられたと語る女性も現れています。ある UFO 研究家は、月には人間の形をしたヒューマノイドタイプの宇宙人が住んでいて、その中にはグレイもいると語り、さらには月には2億5000万人の人が暮らしているとも主張しています。世界中でたびたび発生する宇宙人による誘拐事件では、地球人の体の調査や人体実験を目的として行われるケースが多く報告されています。しかし実は月に連れて行かれて働かされているケースも少なくないのかもしれません。アメリカ政府がひた隠しにする月に行けない理由。2009年10月、 NASA の探査機エルクロスが時速 9000km ものスピードで激しく月面に衝突しました。時速 9000km は44口径の拳銃から発射された弾丸の5倍ものスピードです。エルクロス本体が衝突する4分前には、エルクロスから切り離された 2.2 トンのロケットセントールがさらに速い時速1万キロメートルで衝突しています。エルクロスのミッションは、月の極地方にあるクレーターの永久影に氷が存在しているのかを確かめることでした。衝突で舞い上がった塵を分析した結果、月の南極地方にあるカベウスクレーターの永久に影になる領域での氷の発見に成功し、他にも水素、アンモニア、メタン、水銀、ナトリウム、銀などの物質の存在も確認するという成果を挙げました。しかし一見、あくまでも科学的な調査のために行われたと思われているこの2つの衝突には、実は別の目的があったと言われています。先に衝突したセントールは月の人工構造物を狙って発射された核ミサイルで、アメリカ政府の真の目的は月にある宇宙人基地の破壊だったと、セントールが本当に核兵器だったとして、宇宙人の基地を破壊した本当の目的は不明です。ただ多くの人間が地球から連れ去られ、月で強制的に働かされているのだとしたら、確かに月に住む宇宙人は人類にとって見過ごすことのできない有害な存在なのは間違いありません。1972年のアポロ17号を最後に、有人の月面着陸は行われていません。当時よりも技術は格段に進歩しているにもかかわらず、半世紀以上にわたって再び人間を月に送り込もうとしなかったのは不自然にも思えます。しかしアポロの宇宙飛行士たちによって月の実態が明らかになり、月の宇宙人基地の破壊が決定され、数十年をかけてそのための兵器が開発され、そして核兵器が投下されたのだとすれば、焼け野原になり放射能で汚染された月に人間を送り込めないのも納得ですね。当時のオバマ大統領は、エルクロスの衝突の翌年の2010年、NASA の有人月探査計画、コンステレーション計画を中止し、火星探索の推進へと方針転換しています。その後、2017年にトランプ大統領が、月面基地建設を再び目指すと宣言し、2019年5月には、2024年までに最初の女性を、次の男性を月面に着陸させることを当初の目標に掲げたアルテミス計画が発表されました。月の宇宙人たちとの和解が成立したということなのでしょうか。そしてエルクロスとセントールの衝突から15年後の2024年頃には、人間が入っても問題ないレベルにまで放射能が減少するということなのでしょうか。
当初は2024年を目標にしていたアルテミス計画の有人の月面着陸は、現在は2026年に行われる予定になっています。その時、宇宙飛行士たちはどんな月の姿を知らせてくれるのでしょうか。月は現在までに人類が足を踏み入れた唯一の天体であり、数千年前の古代から生活に深く関わってきました。長い間親しんできた一番身近な天体だからこそ、人類がもっと月のことを知りたい、月に行ってみたいと願うのは自然なことだったのかもしれません。今夜も空で輝いている月、そこには本当はどんな世界が広がっているのでしょう。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひグッドボタン、コメント、チャンネル登録などしていただけると幸いです。また見てね。